りっちゃん、キャキャ、エサレサヨチャンネル。今日は UFO キャッチャーで撮ったものを紹介します。最初しょっちゃんから。このオレンジの可愛いキーホルダーとこのスクイーズです。スクイーズは前から欲しくて、なんだっけ、あのイオンのゲームセンター。スイーツファクトリー、スイーツファンタジー、あ違う、あじゃあモーリーファンタジー、あモーリーファンタジーだ。で欲しくて何度もしてて取れなかったやつが取れた。そう昨日のムービー、昨日おとついのムービーのあの時に初めて取れました。それは開けていい？いいよ。なんかあれ見た、梅の花見た、梅の花、梅まんじゅうじゃない、梅パンでしょ。パンなんだ。パンパン、低反発？高反発？うーん、真ん中、高反発、真ん中ぐらい。あ、甘い匂いがするのと、でも真ん中ぐらい、あれに似てる、マザーガーデンのやつに、手触りと、このふかふかさ、うん、なんかね、しっとりさ、そう、しっとりさ、ペタペタする感じ、滑らかさは似てる。でも、ちっちゃい匂い感で超甘い。しょっちゃん、これ、持ってたよ。あ、あともう一個、ほら、しょっちゃん、そう、これも私が撮った。そうそう、それもなんかインスタグラムとかでシャカシャカのやつで可愛いよね、してるやつ。あとほら今ジャガイモがね、手に入らなくなって、ポテトチップスとかが製造休止になってるからちょうど今日だってスパムーチョ食べたくてスパムーチョも探したけどなくて、ね、ピザポテトも食べたかったけどなかった ね。次はせっちゃんどうぞ。このあ、これ、これあ、まだいた。この青い鹿さんです。バンビ、小鹿のラッテです。バンビ、バンビ、これ、ね、色がすごく可愛かったよね。確かに、ね、パステルカラー、うん、かわいい、かわいい。はい、次せっちゃん。猫のパンは怖いです。そうだったね。でバンビ、ね、点々がお尻についた。せっちゃんは次何撮った？花びけた花。ハムスターね。ハムスターと。せっちゃんのほら。そう、せっちゃんがこのこれを撮ってる時はこれもスクイーズになるのかな？これを撮ってる時はムービー、ママはそばにいなくて。あ、みんなメガネ行った？ね、ムービー撮れてない。あ、メガネ行ってない。メガネ。そうそう、三人ともメガネ。メガネとこれだけです。ハムちゃん。でここに一番欲しかったのがね、一発で取れたんだよ。このいちごさんでしょ、目つぶって。ママのそばにずっとゲームセンター行ったのはしょっちゃんだったから、ね、しょっちゃんはムービーをいっぱい撮ったんだけど、他の二人はね、母とかあっちゅんとかと言ってたから、そんなにムービーがない、ね。手が甘い匂いになっちゃった。そう、それ甘い匂いがするよ。かかりチョコレートみたい。ね。スクイーズ、あ、そうそう。あのリクエストで持ってるスクイーズを全部紹介してくださいっていうの、さあさあ全部紹介してくださいってなっていうのをもらったんだけど、そうお休みの日にしよう、日曜日。箱がね今ね、どいくつぐらいになってるかな、5個ぐらい、そうだね。いや大きな箱が3つぐらいと、いや小さな箱が2つと、あと入らなくて袋に入れたままのも何袋かあるし、あと今アマゾンで注文してまだ届いてないのもあるので、だいたい揃ったら紹介したいので、まあちょっと待っててください。見てこれと梅、これはいい感じだった。梅もだけ色になるんじゃない、ならないし、ぬいぐるみだよ。またお休みの日に、どうなの、昨日おとついか、あのアミュプラザのゲームセンターに行って1000円でいくら取れるかっていうのをしたから、またそれを出そうね。それを今日アップするかな、うん、皆さんもぜひ撮ってみてくださいバイバイ、グッドボタンもよろしくね、バイバイ。よろしくだよ。でチャンネル登録よろってね、また見てね、バイバーイ。